皆様こんにちは。奈良観光コンシェルジュの松原です。今回も北村先生にキトラ古墳、高松塚古墳の指針について解説していただきたいと思います。北村先生、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回は清流のところを詳しく、そうですね、はい、ご説明したらいいと思います。ちょっと詳しすぎたかな、はい、いやそんなことはないです。はい、白虎も詳しくお願いいたします。そうですね、今回白虎でございますけど、ね、はい、白虎、白い虎でございます。はい、でもうその名の通りやっぱり白く描かれておりましたね。はい、でまあ、あの白い壁にこう描くんですけどね、はい、そこの白い壁をちょっとこうより、まあ、二度塗りといいますかね、はいはい、さらにこう白くしまして、まあ、発色が良くなる状態で上に墨を乗せてるというそういう雰囲気ですね。じゃあ漆喰の白じゃなくてまた上に描いてるということですね。はい、まあ、これはあのキトラ古墳 の十二支の犬ですね、はい、犬にもこう見られる、まあ、そういう技法でございましてね、うん、はいはい、ですからいかにこう白く見せるかっていうのは大事ですね。はいはい、清流とは全く色目が違いますんでね。さて、はい、その白虎なんですけどね、はい、まあ、幸いなことにキトラ古墳、高松塚古墳ですね、どちらもよく残っておりました。はい、まあ、残念ながら高松塚古墳の白虎は何かあの植物性の顔料かなんかを使ったようですね。そうですか、はいはいはい、ですからあの例のねカビの問題でかなりこう色をあせてしまいましてね、はい、今の写真見ましたらこの辺り全くないです。うん、でこの辺りだけがちょっとこうね、赤い口の赤さとか、はい、そういったものがもうかろうじて見えるんですけど、ここもほとんど消えちゃってますね。はいはい、まあ、そういう残念なことはあるんですけども、はい、ただ阿部先生が発掘された時にはこういうふうにはっきりと残ってたということでございますね。はい、まあ、両者ともほとんど欠けることなく残っておりますので、ね、はい、非常にありがたいですね。はいはいはい、さてまずはよく言われることが、はい、逆と言いますかね、あーはーはーはー、これも画面そのままでございましてね、はい、私が勝手にこう左右入れ替えたわけではございませんのでね。はいはい、であの二通り中国にもあるわけです。はい、指針を書くときにですね、まあ、回転式と言いますかね、はい、4つの獣がですね、全部同じ方向にこう向いて、はい、で回転するという、はい、そういうイメージに書くものとですね、はい、それとあの唐ですね、唐の時代の、はい、まあ、こうスロープの、まあ、墓道ってありますよね、はい、あの墓道の一番この地上に近いところに清流と白虎をこう、ね、うんうん、外向けて描くという、まあ、そういうのもあります。うん、まあ、それでしたらまさしくですね、はい、両方が同じ方向を向くわけですね。高松塚古墳はそうなってる、ね、そういうことですね、はい、これ頭が同じ向きでございますので、ね、はいはい、入り口向いておりますので、ですからどちらかというとちょっと古いタイプで言いますかね、回転式の、まあ、絵画の、まあ、方向であるということですね。はいはい、まあ、こういう違いを私はすごくこう気にしましてね、はい、で両壁画のですね意味をまあ考えていったということでございますね。すべ、うんうん、ての根源はこの向きにあるということでございます。はいはい、ですから皆さんもこれなぜこれね反対なのかと聞かれたら、まあ、そういうねあの構成が違うからということでございますね。はいはい、間違ったわけではございません。はい、逆らわないようにということでございますね。はいはい、まあ、キトラ古墳の場合は結局くるくると回転しながら死者の魂を昇天させるという、ね、はいはい、そういうふうな絵画でございますんでね。うん、それが一匹だけね入り口の方向いて他の三神と逆方向に向いてたらこれはえらいことになりますね。そうですね、おかしいですね。どっち向いてるんやということになりますんで。はい、で高松塚の場合は出向といいますかね、思想者の魂を外に出すという、まあ、そういう仕立てでございますんでね。ですからこの向きでいいわけですね。はいはい、男性も女性も皆さん南向いてますね。みんなそうです、はい、あれがまたこの向き向いてたら、ね、何逆らってんねんということになるでしょ。で、ね、はいはい、ですから非常に素直な方向なんですよね、両者ともにですね。はいはいはい、ですから白虎から紐解いていくのがよろしいかなと思いますね。はい、さてその次の話題なんですけども、はい、両者ともによく似ておりますよね。似てますね。はい、似てはいるんですけどもなんかちょっと違うでしょ。違いますね。まずパッと見なんかこう線がこっちの方が多いですよね。多いですね。こっち省いてませんか。省いてます。まずあの虎特有のですね反紋ですね、はい、反紋をこう見ていただきましたらね、ここを注目していただきましたらこの数が全く違いますよね。はい、こう隙だらけになってますね。、はい、むしろこちらの方が今の阪神タイガースの虎に近いかなと思うんですけどね。はいはい、本当のねあの生身の虎に近い反紋はこちらですね。はい、ですからこれもやっぱりこちらが先書かれてこっちが省かれてるなという気がしますね。うん、これを真似してこっちにはならないです。この方向は考えられない。やっぱりこうですね、はいはい、キトラの方が先かなということですね。うん、ただそういう違いはあるんですけども、なんかこう手の向きとかですね、はい、全体のこう、ね、体のこう、ね、バランスとかよく似ておりますので ね、 似てますね。あ、向きが違うから分かりにくいということで、私ちょっとねあの小細工をしまして、はい、高松塚の白虎をくるっとくるくるっと、ね、ひっくり返しましてね、はい、
顔の向きを変えて、そして若干薄くしてキトラの虎に重ねた、はいはい、それがこの絵でございましたね、うんうん、これ私の力技の絵でございますので、ね、しっかりとご覧いただければと思います、はい、で全体的にはよく一致します。そうですね、一致します、はい、ただなんかちょっとこのね、背中の盛り上がりとかですね、はい、そういったところが微妙にやっぱり違うわけですね。だからなんか一枚のものをこうね、なんかコピーペーストするようなんですね。そうなんじゃないですね。なんじゃないですね、はいはい、書き写してこんだけはね違ってこないですからね。そうですね。ですから書き写しにしましても、なんかなぞるような書き写し方ではなくて、はい、何か元のものを見ながらこう書いたような感じでございますね。まあみんな画家ですんでね、はい、見ながら書いても結構正確にね写せますんで、ね、はいはい、大体画家の修行ってそこから始まりますのでね、はい、デッサンから始まりますので、ね、はい、でまあこういうふうなことからですね、類推といいますかね、はい、そもそもこの絵がですねどのように伝わってきたのかということを私想像してみたんですけどね、はい、中国で勉強した画家が日本でそのね力量を発揮したという、その見解はおおむね変わらないですね、はいはい、まあ、それはもう一貫してそのように言っておりますんでね、はい、で多分これこういうふうな絵柄中国にもございますんでね、はい、向こうでまあそういうふうな白虎の絵を見てですね、まあ、白虎だけではなくて獅子の絵を見て、はい、で画家自身がデッサンしたと、うん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 、書き写すのは別に勝手でございますんでね、はい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 、怒られもしません、はい、特に日本の留学生で結構ね優遇されておりましたんで、はい、まあまあ勉強して帰れやみたいな太っ腹で勉強して帰らせてもらったわけですけども、はい、まあ、そういったところで彼がこうね一生懸命その中国の原画を見ながらこう書き写したものですね、はい、それを持ち帰ったと考えておりましたよね、はいはい、それはまあ言ってみれば日本に持ち帰った段階で原本になりますよね。そうですね、宝物ですね、うんうん、そういったものを他の画家集団に渡したりしませんので、ね、はい、見せるんだったら自分の、まあ、集団の弟子たちということですね。はい、そういうことですね、うんうん、でそれは原画でございますんで、しかも大きさがどのぐらいか分からない、このぐらいかも分からない、はい、まあ、こんなんかも分からないと、はいはい、まあ、とにかく墓室といいますかね、はい、石室の寸法に合わせて大きさも変えないといけないわけでしょ、うんうん、そうですね、ですからこの原本をそのまま使えるわけありませんや、はい、でそれをまあ画家がやったのか、あるいは弟子がやったのか、まあ、分かりませんけどね、はい、とにかくそれを見ながらその決められた寸法ですね、このぐらいで仕上げろという寸法に合わせてこう書き写したものじゃないかと思っておりましてね、必ずアレンジが入ってくるわけですね。そういうことです。で一度ねそれで腕試ししとかないと、はい、いきなり、ね、本番でしかもこんな感じで書かないといけませんので、ね、はいはい、それは無理というものでございますのでね、はい、まあ、その練習のためにもやっぱり書き写すというのが大事ですね、うん、まあ、見ながら書くということですね、はいはい、まあ、下絵を作るわけですね、うんうん、でその下絵は、まあ、原本さえあればいくらでもこうできるわけですからね、はい、さほど大事なものではございませんので、はいはい、まあ、実際その下絵をこう壁にあてがってですね、でその間にちょっと赤っぽいこう、ね、粉をまぶせたような、まあ、よく昔ありました領収書とか入ったものカーボンですね、はいはい、ガーニのものをこう当てましてね、はい、で上にその下絵を当てて、うん、でシュッシュッシュッと、それもこの細かいところまで描くんじゃなくて、大事なところだけピュッピュッとこうね、うんうんうん、色のつかないなんかヘラのようなものでなぞってると、はい、それあと残っておりますのでね、でそれを剥がしましたら、まあ、大体の輪郭分かりますね、はい、あとはもうフリーハンドですね。でこんなん見なくて多分弟子といっても画家ですので、はい、描けると思いますね、うんうん、そんな感じで描き写したんじゃないかと。ですから、まあ、言ってみればこの方向で描き写そうと、で今度は逆に描き写そうと、こんな自由自在でございますんでね、はい、ですから下絵を作るもう段階でこれ方向を変えてると私は思いますね、はい、ということがこの2つの脈を比べると分かってくるということでございますね、はい、さて、はい、その細部なんですけどね、はい、大体体とか爪とかですね、セールと同じですわ。おでこの爪がなんかこうね、そういうようにこうね、立ててると。うん、でこのキトラの白虎の爪が一番こう綺麗に描いてますね。これ。そうですね。これ中国の絵画と同じ描き方ですね。あ、青龍の方もキトラ古墳の方はグッといましたけど、ちょっとなんかなやっとこうちょっとなやっとしてるでしょ。してますね。はい、それと雲ですね、こういったところにへばりついてる雲も、はいはい、これも青龍と同じですね。あとないといえばこのね、背びれでやった炎がここにはついてないですね。もともと背びれありませんので虎ですので、ね、虎ですからね、はい、その代わりに斑紋をつけるということでございますね。あと青龍にもありましたけども、ここにこう翼がこうついてるわけですね、はい、
こう翼がついてるから、まあこんな翼じゃなかなか飛べないとは思いますけども、一応飛ぶ動物として表されてるということでございますね、はいはい、だから雲がくっつくということですね。そういうことですね。だからやっぱりあの天地の媒体といいますかね、つな、はい、ぐものですから、あの天にも飛んでいかんと飽きませんのでね、はい、ですから翼が必要だということですね、うん、であの下手ではないんです、はい、まあ、生理の時に申し上げましたよね、下手ではないんですけども、あんまり気が入ってない感じはしますね、うん、まあ、本当にあの画家が描いたものならば、画家は多分芸術家だと思いますのでね、はい、同じものを描けと言われた時に気合が入らないのは当然のことでございますね、うん、確かにね、はい、一発目が一番気合入りますよね、はい、それがこう絵を描くだけの絵師と言われる人でしたらね、まあ、真面目にこう描くんでしょうけどね、はいはい、芸術家だからこそ手抜きをするというんですか、もう気合が入ってないということでございますね。そういうことですね、はい、まあ、そういうふうな画家の、まあ、心まで分かるというものでございます、はい、うん、まあ、少なくともこの流れはないです。こうですね、こうですね、何度も申し上げますけどね、はいはい、前回の清流でしたら、はい、中国の方からなんかこう変遷があるというんですかね、はい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 、徐々にこう変わっていったみたいなことがあったと思うんですけれども、はい、白虎の方もそういう例があるんですか。そうですね、はい、そもそもその新石器時代の中頃の遺跡で、はい、もうすでにあの、流行揃い踏みみたいな形でね、はい、絵画例がございましてね、はいはいはい、まあ、その頃からもう虎というものを絵画にすると絵にするということをやっておりますのでね、ほうほうほう、白虎の歴史も古いということでございます。新石器時代やったらだいぶ古いですね。だいぶ古いですね、はい、ですからあの決して、ね、途中で加わったものではございません、はいはい、竜と虎はもう最初からもう、ね、2匹が一対のものでございますので、ね、はいはい、当然そういうふうな変遷も終えるわけですね。なんかデザイン的にこういうふうに変わっていったとかあるんですか。そうですね、いや、あの逆に虎の場合は虎のままという、あんまりこう清流のようには変化してないですね、はいはいはい、まあ、見ていただいても誰が見ても虎ですよね。そうですね、なんか見本がいるというか、ね、実在の動物、もうこれね、あの本当にこう顔の表情とかですね、はい、この体の反紋とかですね、まあ、こう羽が生えたりはしてますけど、ね、はいはい、もうあんまり虎は変わらないですね。と言いますのが、はい、虎って中国にはおりますんで、はいはい、実在しますんでね、はい、身近におるもんですから、そう変えようがないと、はいはいはい、竜の場合はそもそもが架空のものでございますんで、うん、その時の区分によってどんどん変わっていきますけどね、はいはい、実際にいるものはそう変わらないですね、まあ、モデルが実際に存在するわけですからね、はいはい、身近にということですね。わかりました、はい、それが竜と虎の違いかなとは思いますね。はい、わ、はいはい、かりました。はい、今回は北村先生にキトラ古墳、高松塚古墳の白虎について解説していただきました。北村先生どうもありがとうございました。はい、清流に引き続きかなり詳しいお話をありがとうございました。やってしまいましたね次回は東西南北ということで、朱雀そして玄武もそうですね、はい、やっていただけるということですね。一気に、はい、話をしておきましょう。はい、はい、じゃあ次回もお楽しみにご覧ください。ありがとうございました。